どうも、かげやんです。今日からね、僕は金曜日がね、1週間のスタートということになります。木曜日が定休日なんで、金曜日からスタートということで、今日も今日からまた張り切っていきたいなというふうに考えておりますけども、なんかちょっとね、比較的こう寒さがですね、ちょっとマシになってるんじゃないかなと、比較的あったかい感じがこうしますね。ただね、このいちごに関してはちょっと父親も言ってたんですけど、ちょっともう難しいかもしれんなということで、またこう新しいね、こう野菜を入れるかもしれないです。これは今こうなってるだけであって、春になったら大丈夫になるんかちょっと分かんないですけども、どうしようかなというところです。ということで今日は以上です。